皆さんこんにちは、フィットネスインストラクターの大谷です。今日もご覧くださってありがとうございます。さあ皆さん、今日もこの動画を通じて一緒に体を動かしませんか？今とっても便利な社会です。便利なんですけれども、便利だから逆に言うと体をあんまり動かさなくなっちゃった。昔は朝起きて井戸水を汲む、そして、洗濯機がないから洗濯する、ね、など肉体を使って与えられたこの体を目いっぱい使って生きてきたわけなんですね。その頃の時の方が心の病もなかったわけでないんです。なんかね、ろくでもないことを考える時間がなかったんでしょうね。そうなんですよね、ぼーっとしていると私たちは常にね、何かしらこう考え事をしているみたいですが、その多くがネガティブなことを考えてしまうみたいなんですよ。いかんですよね。病は気からと言いますから、心の持ち方って大事なんですよ。ということで、動くとですね、ネガティブな方向に行くエネルギーもストップできますし、そして現代人は運動不足が気兼ねとなって、という、まあ、運動不足だけじゃないんですけどもね、血糖値が高いとか糖尿病、血糖値が高いと糖尿病とか心筋梗塞にもつながりやすい要因なんですけども、これで、ね、運動不足っていうのもとっても、関わりがあるんですよね。食生活も皆さんを見直さなければいけないけども、それだけじゃない。そしてメンタル的なストレスがあるとですね、コルチゾールというホルモンが分泌されます。これね、あまり分泌されると良くないでしょう。はい、ということで、運動不足なのであれば体を動かして、体をね、硬くなるとちょっとやっぱり動きにくいね、痛みが出やすかったりしますので、ほぐしましょう。そして血糖値が高い方は有酸素運動というのが大事なので、有酸素運動効果も得られる私のレッスンです。そして、ね、何よりもメンタル的にわーっとね、ストレス発散、していきましょう。はい、ではちょっと音楽ね、だったらだったら、はい、ツイストで、ややちょっと跳ね気味の方が血糖値をコントロールしてくれる上で大事なインスリンがうまく働く、でそのインスリンがうまく働く上で大事な、オステオカルシンというホルモンがかかとから分泌しやすくなってきますのでね、でも大丈夫、ちょっと跳ねるのがしんどいわって方、跳ねない動きでも大丈夫ですよ。はい、じゃあこう腕をガンガンバン、はい、腕肩の力を抜きましょう。腕肩の力を抜いて、腕も細くなるけども背中や肩がほぐれていきます。さあ、そして皆さん、笑うっていうの大事なんですよ。笑うとナチュラルキラー細胞といって、がんをやっつけてくれる細胞が増えます。どうですか、私みたいなちょっとおもろいキャラを見てたら思わず笑ってしまうでしょう。どうぞ笑ってください。はい、1、2、3、4、はい、ちょっとジャンプ、はい、反対、1、2、3、4、ダン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 、もう一回いきます、1、2、3、4、ポッポッポッ、はい、1、2、3、4、ダダダダダダダ、はい、前、骨盤を前に押しますといいですよ。はい、ジャンプ、はい、前、もしよかったら開いたとします。はい、1、2、3、4、このまま閉じたままでもいいですし、もしよければ足を開いて閉じて手を回しましょう。はい、1、2、3、4、腕だけでもいいですよ。1、2、3、4、はい、変えます、体の向き見てください。前から横、はい、ボックスステップでいいですね。それから腕をにゃみにゃってしちゃいましょう。にゃにゃらららら、はい、はい、トン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 、はい、1、2、3、4、はい、1、2、3、4、はい、1、2、3、4、はい、変えます。ちょっとね、展開が早いかもしれませんけど、中にはですね、動画があまり長くない方がいいという方もいたり、逆に長い動画の方がいいという方もいたり、ちょっとね、いろいろ困っ悩むところがありますけど、感覚で進めております。すいません。はい、反対で、どうしてもね、一方方向、私からの一方方向 の展開なので、ちょっと展開が早いかもしれませんが、実際にね、リアルの場所で皆さんの様子見てたら、皆さんの様子見てね、進めれるんですけれども、はい、では、
肩甲骨とぶっと、声を出すのもね、すごい最初にとってもいいですから、全身をね、気持ちよく動かしてみました。体がほぐれて血液循環も良くなり、有酸素運動効果が得られていて、しなやかに引き締まっております。まだちょっとね、動けるぞという方はもう一回繰り返してください。痩せますよ、ね。今日も最後までお付き合いくださいましてありがとうございました。よかったらグッドいいねボタン、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ということで、では皆さんまたね。ありがとうございました。今もこれからも元気に見ましょう。